めっちゃある。うわー、濃厚チョコやな。もう決まった。リバイブロジェクト、フィットと。おー、やっとしやす。本日の企画は何でしょう。本日の企画は、企画は、雪山で滑って大変な目にあったのでジェラートを食べて癒されようの会でやっ、本当に過酷だったんですよ、ね、ちょっとね、あの夏サファリパーク行く予定だったんですけど、はい、断念しました。あまりに無理すぎて、はい、あれはちょっと味わわないと分かんない恐怖ですよね。まあちょっと3人の協力プレーと他のね仲間たちとの出会いでちょっと今ここまで来ました。ロッシさんでございます。イエペロッシ、ペロッシサッカー選手や。ペロッシ、ペッシ、ペッシ、ペッシではない。なんだっけ、マンモーニア。マンモーニア、それマンモーニア。マンモーニアって何。ジェラートってちょっと俺はお高いイメージなんですよ。ただのアイスじゃなくて、まあまあちょっとこう滑らかになってお高めな。ここ結構お得なんですよ。あ、そうなんだ、うん、で、うまいので、しかも種類が多い。めっちゃ迷っちゃうんだけど、3個入れようかって。安い、本当だ。3個にしよう。俺が濃厚チョコと、うん、いちご大福と、うん、パンプキンプリー、はい、俺はレモンチーズパイ、ラムレーズン、濃厚抹茶、うん、色合いがおじいちゃんや。マンゴーラッシー、ブルーベリーチーズ、チーズとクッキーチョコみたいな。いただきます。いただきます。アリーベデルチ空数から。何空数から。いちご大福です、はい、伸びる。おいしい、うん、うん、さっぱりだね。おいしい、うん、で、心なしか、うん、トルコアイスみたいに伸びます。伸びますね。続いて濃厚チョコ、いただきます、はい。これはナンバーワンですね。ナンバーワン、うなずけますよ。あ、やばい、しっかりとカカオ豆のカカオ豆好きだよね、君の。パンプキンパイ、パンプキンパイあ、俺これ一番好きですね。パンプキンパイ、うん、この中でちょうだい。いいよ。さて、大福は意外にさっぱりしてるんですよ。あ、そうなんだ。一台、いや、これ食ってほしいんだけど、パンプキン食ってもらって。パンプキンね、パンプキン、パンプキンです。マチです。マチです。どうですか。わー、パンプキン、パンプキンですよね。濃厚チョコはね、言うまでもないです。濃厚なチョコ、濃厚です。生チョコ食ってる感じ。はい、抹茶美味しそうだね。またレモンがね。めっちゃ逆光で。レモンチーズパイうまい。なんかあれ、レモン牛乳みたい。本当？レモン牛乳みたい。抹茶どうなん？抹茶。普通。もう正直だ、抹茶って感じ。抹茶、あ、でも抹茶美味しいけど、うん、じゃあその、なんだっけ、なんだっけ、レモンチーズパイ、レモンチーズパイ。あー、レモン強っ。嘘、いいじゃん。レモンシャーベットって感じ。へー、そして俺の大好きなラムライス。あ、そうか、ラムライスだったの。ラムライスは果肉入ってんの。果肉入ってんの。うん、レーズンが近いってこと。一番どれがいいですか、今のところ。抹茶、抹茶うまい。よいしょ、楽しい。俺ラムレーズン。ほう、もうちょっとラム強くてもよかった。あの、おじさまの話し方が機関車トーマスの司会の人に。森本レオ、今日のお話はこんちゃらかんちゃら。いいでしょ。二名死亡みたいな動画しない。なんか衝突して殺しちゃったの、ゲームそんなのあんの。食べる気合いと思います。これ美味しいよ、ブルーベリー。
じゃあまあ誰も入ってません、誰も入ってません。うん、俺ブルーベリー、あブルーベリー、抹茶、うん、マンゴー、うん、うん、チョコかな。いちご大福がさ、もっとマイルドだと思ってた、うん、意外にね、さっぱりしてるんですよ。さっぱり大福、あ、抹茶いいじゃん。これはレモンチーズパイ、レモンチーズパイが一番微妙。シャーベットみたいな、すごい、レモンシャーベット。これはマンゴー、マンゴー、マンゴーらしい。あ、味濃いわ、濃いめ。これチョコ、チョコ、すげえマンゴーやこれ。あ、いや、チョコは結局チョコの一種だね。うん、俺なんだろうな、ブルーベリー、ちょっとこれ食べてみて。パンピン、あ、俺ね、なんかありそうな味ない、美味しいんだけど。あ、うん、スーパーカップじゃない。いやいや、俺ブルーベリー、パンプキン、抹茶かな。この前アイスをねっとり食べるよって言われてるね。そうだっけ、ゆうやだっけ、春だっけ、なんか今年帰った後にさ、うん、ケントじゃなんか食ってたじゃん、うん、なんか食い方がって言われなかったっけ。そう、食い方はねっとり食うの。でもアイスってさ、うん、まあ、これは今カップだけどさ、うん、コーンのやつとかってさ、うん、みんなこうレロレロ舐める、パクって食べる、レロレロ舐める、舐めるの、それが苦手なのね。うん、その時によるな。俺も別に溶けてようが溶けてまいが、パクってこう一箇所ずつ食ってくる。あんまりあのベローみたいなのやんない。俺はやる、いや、ソフトクリームとか。でも俺ずっとカップ派なんよね、コーンって食うのめんどくさくてさ。まあ確かに、なんか落ち着かなくてさ、迫りくる、ね、ちょっと気をつけながら食べないといけない。そうそうそう、アイスはコーンの方がなんかアイスっぽくね。ナイスメン。何それ。匂いや。匂いや、味じゃない、味なんていうの、グッドテイスト。ああ、わかんない。二日酔いの体にはいいかもしれないですね。二日酔いしとんの？二日酔いしてる？まあそんなしてないけど、ちょっとまだ全然してないの、ムカムカはある。あと俺もラーメン食いたいの。一時期いける？いけるいける。マジ？タカかな、これは。タカいっちゃうじゃん。タカかユータのおすすめか、どっちかじゃ。どっちがいい？なんだって、何が一番好き？ラムレーゼン。パンプキン。俺はブルーベリーチーズ。よしさんに来たって、ね、ぜひね、この3つを頼んでほしいね。リバイブセット、はい、頼んで写真を送ってくれた方は先着1名様に天城府3000分をプレゼントします。よっしゃ、明日来よう。これガチでいいっすよ、あの送ってくれれば。1人だけだからね。まあ多分来ないけど、いや決めちゃダメです。この人本当に行きそうだ。なんなら今日なんか解散したとまた来そうよ。こんなつるってね。そうそうそう。っていう感じで、ぜひロッシーさんへお越しください。ディレイト。バイ。もう一声。ディレイト。バイ。ディレイト。